東京大学駒場地区キャンパス。東京大学駒場地区キャンパスは、東京都目黒区駒場に所在する東京大学のキャンパスの一つであり、同大学の本郷地区キャンパス、柏地区、キャンパと並ぶ規模を持つ。駒場キャンパスあるいは、駒場とも呼ばれる。駒場愛、駒場 E いいのにキャンパスで構成されている。しかし、学生や学外の人の間では、 駒場 E イキャンパスはあまり知られていないため、通常、駒場キャンパスといえば、駒場バイキャンパスのみを指すこと多い。また、駒場は、東京大学教養学部の代名詞ともなっている、使用例、東大駒場騒動など。建造物については、東京大学の建造物駒場地区キャンパスの建造物を参照。もともとこの地区は、現在の東京大学農学部の前身である。 駒場農学校、その元京農林学校、東京帝国大学農科大学と会消のコーチであったが、1935年、東京大学農学部は、向こうが丘、本郷高地の一部の旧制第一高等学校と、コーチを交換して移転し、代わって移転してきた旧制第一高等学校は、新生東京大学に包括され廃止になるまで、ここをコーチとした。そして、 新生大学以降により、旧生大一高等学校に代わり、東京大学教養学部がこのキャンパスに設置され、現在に至っている。また一校の駒場移転以前の1926年、東大高地に隣接していた、校尺、前田利成の邸宅、現在の東京大学、海徳館付近に所在も、東京大学と敷地を交換し駒場の農学部農場跡地に移転してきた。 この地に新しく建てられた前田ては、その後様々な経緯をたどって1967年に、東京都駒場公園として公開されるようになり、現在に至っている。教養学部、前期家庭、後期家庭、理学部数学科総合文化研究科、数理科学、研究科教養学部付属教養教育高度科機構、総合文化研究科付属グローバル地域研究機構、 保健センター、駒場支所、駒場アイキャンパスには、教養学部があり、すべての学部前期家庭の学生はここで学ぶ。また、理学部数学科は以前は、本郷キャンパスにあったが、数理科学研究科の発足に伴い、駒場に移転した。未成年者が多いため、キャンパスは特定の喫煙所を除き禁煙となっている。他キャンパスも2008年4月1日より禁煙となった。 講義室での大量ビラ巻き、成協前でのサークル勧誘活動、銀杏並木、コマーバーイキャンパスのメインストリートの縦間板、学期開始時の大教室講義の立ち見、座席数以上の学生が聴講を希望するためなど、東大の他キャンパスにはない独特な雰囲気を持つ。国際的なキャンパスを目指しており、留学生比率が東大のキャンパスの中で最も高い。 駒場合キャンパスには正門を入って正面に時計台、教養学部1号館、旧制第1高等学校本館があり、同キャンパスを代表する景観となっていたが、最近その背後に、高層の教養学部18号館が建設れたため、本郷キャンパスの安田講堂と同様に景観が破壊されたという声もある。駒場寮の跡地に建設された新しい施設、 東京大学駒場コミュニケーションプラザには、大学生協のほか、多目的教室、和室、身体運動実習室、音楽実習室などの設備がある。この施設は PFI 事業によって建設された。2006年4月に北建がオープンし、同年10月に南館、和館がオープンした。またキャンパスの西側には、 旧物理倉庫と呼ばれる地区80年以上を経過したサークル旨が存在し、東京大学ウォリアーズ、アメリカンフットボール部や美術サークルなど多くのサークルが利用してたが、2010年3月に取り壊しされた。キャンパス南東部の数理科学研究科旨の近くには、柳原公園と呼ばれている小公園があるが、この付近にはかつて柳原門という通用口があった。 現在は、柳原門関の石碑がある。キャンパス東部にある池は、学生の間で、本郷キャンパスの三四郎池に習い、一次郎、並池などと呼ばれていた。最近になって、校内の一部の案内板にも、十二郎地と記載されるようにな、が、2008年12月に、学内公募によって、正式名称が駒場池、愛称が十二郎地と決定された。 この池の周辺はこれまで立ち入り禁止になっていたため、池の存在はあまり知られていなかったが、現在遊歩道を整備中である。また、この池には、入学前に一人で見ると浪人するや、入学後に一人で見ると留年するなどといった、ジンクスがある。使用学部、なし工学系研究科の一部の専攻の研究室、大学院学生も配属されている、生産技術研究所、 先端科学技術研究センター、駒場リサーチキャンパスとも呼ばれる。駒場アイキャンパスとは直接は隣接していない。駒場に農学部が置かれていた時期には、駒場アイキャンパスだけでなく、駒場いいキャンパスも、両キャンパスに挟まれた駒場公園も農科大学の、敷地、農場であった。先日のように、現、駒場公園敷地は1935年の旧姓。 第一高等学校移転に先立ち1926年、前田家の邸宅地となった。1923年の関東大震災後、被災した越中島の東京帝国大学航空研究所が、駒場 E キャンパスの敷地に移転した。当時、日本海軍の霊式艦上戦闘機の開発にも、使用された大型風洞が、現在も残されている。1964年に、 東京大学航空研究所が開祖し、東京大学宇宙航空研究所が設置された。同研究所は1981年に、文部省所管の宇宙科学研究所、ISES、現、宇宙航空研究開発機構、宇宙科学研究所に開祖されたが、1989年に、相模原キャンパスに移転するまではここに本拠を置いていた。その後、 1987年に先端科学技術研究センターが設置され、2001年には生産技術研究所が六本木から駒場 E キャンパスに移転してきた。現在は先端工学系の研究施設が集まるキャンパスとなっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。